長い間日本で大相撲の世界で角界で活躍された、まさにジョージアにとって、この上ない素晴らしいイメージを掲げた栃ノ心、それと、約40年間にわたってジョージアの、美術そして映画を日本に届けてきた原田武英先生、お二方にお越しいただいています。皆さんどうぞゆっくり楽しんでください。頑張ります。では第3問いきます。宴会の時の乾杯の挨拶をジョージア語で何て言うでしょうか。1番ガウマルジョバ、2番ガウマルジョス、3番マドロバ。もう一度いきますよ。乾杯ですねの時のジョージア語での挨拶、1番ガウマルジョバ、2番ガウマルジョス、この2問難しいですね。3番がマドロバ。答え考えていただけましたでしょうか。正解は2番ガウマルジョスですね。で、1番のガウマルジョバンはこんにちはって意味ですね。で、3番のマドロバンはありがとうって意味みたいなので、ぜひガウマルジョバ、ガウマルジョス、マドロバの3つ今日、覚えて帰っていただければと思います。
ジョージアの伝統民族舞踊区大使の皆さんのパフォーマンスでした。ジョージアの文化に興味持ってもらいましたか？はい、ジョージア好きになってもらいましたか？はい、ありがとうございます。今日のステージコンテンツはですね、名残惜しいんですけれども、こちらで終了となりますが、ジョージアフェスティバル2日目、明日もございます。今日なかったプログラムも明日ございます。2回目も来ていただけますか？はい、ぜひ明日もお待ちしております。